するテンプレートっていうのに沿うってことが大事ですね。稼げるアクセス数どれぐらいでしょうかとご相談いただいてますね。海外人お希望の方、アドセンス稼げるアクセス数とアドセンス収益アクセス数どれぐらい必要なんでしょうかというようなことをですね、おっしゃってるんですけれども、まあどれくらい必要かっていうことなんですけれども、アクセス数ですね、これ例えばアドセンスの場合だとアドセンス収益がですね、30万円欲しかったら大体かける3ぐらいですね、90万アクセスぐらい必要だということなんですよね。しかも安定してっていうのは本当に今なかなかライバルも多いですし、この90万アクセスっていうのが相当1ブログで上げるのってなかなか大変なんですよね。なのでミラーブログっていう形で、例えば僕が月10万アクセス集められるアドセンスブログができたら、それのミラーブログで、キーワードをですねそのまま利用してですね、サーチコンソールという Google のツールを使ってさらにアクセスを増やしやすい複製をしていくっていう手法を